年も、ね、子どもたちにはぜひ受難の行列を、ね、体験してもらいたいとずっと思っていましたので、今年も去年に続いてですね、やってみました。まあ、慣れていないということもあるので、まあ、なかなか、ね、うまくいかないところは仕方がないと思います。ただですね、子どものうちから、ね、正しい典礼に、ね、慣れておくというのは、ね、非常に大切なことだと思います。一年一年重ねていく中で、今日の日というのがどういう、ね、意味を持った日なのかというのが、子どもたちの心にも正しい典礼を通して伝わっていくのではないかと思っています。まあ、今日は、ね、入道してくるまでも非常に長かったし、ね、福音朗読も普段に比べてとても長い日、ね、まあ、なのでできるだけお説教は、ね、短くしようと思っています。まあ、今日私たちが記念しているのは、ね、イエス様の受難。受難というのは苦しみを受けるということです。今福音朗読で読んだようにイエス様は、ね、逮捕されて裁判を受けて、そして鞭打たれて、そしてさらに重い重い十字架を担いで歩いて、そして最後には十字架にかけられて亡くなった。その場面が福音朗読で読まれました。イエス様が背負ってくださったその重い重い十字架、人間をかける十字架だから、もちろん人間の背丈よりも高い十字架でしょう。そして一人の人間が十字架に釘付けにされるということは、細い木だと多分折れてしまうでしょう。だから本当に太い大きな十字架だったと思います。それをイエス様が一人で担いで行かれる。私たちだったら、ね、果たしてそれを運べるだろうか。シムさんはいつもそんな風に思います。なぜならばイエス様が背負ってくださった十字架の重さというのは、決して十字架そのものの重さだけではないからです。じゃあ他に何か乗ってたのかっていうと、乗ってたんです。何が乗っていたかというと、私たち一人一人が犯した罪、その重さが十字架の上に乗っかっていたんです。だから単に木の十字架を運ぶだけよりもとても重い十字架だったんですね。イエス様は私たちの犯した罪を神様が許してくださるように、そして私たちが、ね、また神様と、ね、仲良くしていくことができるように、それだけを願って十字架にかかってくださったんですね。イエス様のその重い十字架、ね、そのことを考えるときに、私たちも自分が背負っている十字架について考えなければいけません。私たち一人一人は罪を犯す存在です。私たちも一人一人十字架を背負っています。もちろんイエス様が背負われた十字架に比べてそれはとても軽いものでしょう。でも私たちが自分のした悪いこと、お友達を傷つけたり、お父さんお母さんを傷つけたり、ね、そうしたことを思い出すときにね、みんなの心も少し痛い思いをすると思います。イエス様が十字架につけられて感じられたその痛さ、それにはもちろん、ね、届かない痛さかもしれません。でも私たちも同じようにイエス様とね、同じように痛みを知ることで、イエス様が私たちのためにしてくださったこの大きな大きな出来事を、ね、きちんと理解して、そしてイエス様が教えてくださったように、ね、生きていくことができるようになると思います。そして十字架を背負うというのは、ただ単に、ね、自分の犯した罪だけではありません。困っている人たち、病気の人たち、貧しい人たち、私たちに比べてとても苦しい生活をしている人たちのためにお祈りしたり、あるいは
自分にできるお手伝いをしたり、そういうことをしていくときに、私たちも、ね、その人たちが背負っている本当に重い十字架をね、少しでも軽いものにできるように、一緒にその十字架を担ぐことができるようになります。去年も、お話ししたと思います。清水さんは去年の8月にスペインに行ってきました、ね、ワールドユースというね、全世界の青年たちが一箇所に集まるという行事です。まあ、ちなみにね、今日も、受難の主日というのは実は世界青年の日ですね。毎年、教皇様からのメッセージも来ています。また、読んでみてください。そのワールドユースで行った時に、その大会の期間中の金曜日に十字架の道行きのお祈りがありました。まあ、みんなはね、まだ十字架の道行きの祈りをしたことがないっていう人もね、いるかもしれませんが、ね、上のね、お御堂だと、お御堂の周りに、ね、額が14個、ね、ついていたのをね、覚えている人たちもいると思います。ね、その前に立って、一つ一つお祈りを捧げていくものですね。ただそのスペインで、清水さんが体験した十字架の道行きというのは、ただ単にお祈りをしながら歩くというだけではなくって、ね、青年たちが本当に大きな大きな十字架、本物の十字架をね、背負って担いで道を進んでいくというものになったんですね。もちろん一人で担げるほど、ね、小さなものではありませんから、10人ぐらいでね、力を合わせて担いでいく、そんな大きな十字架でした。そして去年のそのスペインの十字架の道行きの十字架を担いだ青年たちというのは、ね、いろんな苦しみの中にある青年たちがそれぞれ交代しながら十字架を担ぎました。例えば、ね、貧しい国で食べるものがなくて困っている青年たち、あるいは自分たちの国が今も戦争をしていて、ね、いつ命をね、落としてしまうかもしれない、そんな危険の中にある青年たち、あるいはみんなもテレビを見ていて、よく聞く言葉だと思います、不況のためにね、仕事を失ってしまった青年たち、まあ、その中に実は去年は日本の青年たちも一緒にその十字架を担いだんですね。日本の青年とハイチという国の青年たちが一緒に十字架を担ぎました。みんな覚えているかどうか分かりませんが、ハイチという国は2年前にとっても大きな地震があって20万人を超える、ね、人が亡くなった、そういう国です。そして日本はみんなもよく知っていると思いますけれども、東日本大震災があって2万人近い人が亡くなりました。ですので、そのハイチの青年たちと東北に住んでいる青年たちが一緒に十字架を担ぎました。清水さんもその姿をずっとね、見ていましたけれども、もちろん本当に映っているわけではありませんが、その十字架の上に、ね、1年前のあの時にね、津波の映像が映っているような、そんな気がしたんですね。ということは、彼らが担いでいる十字架っていうのは本当に重たいものですね。これからどうしていこうか、家も何もなくなってしまって、あるいは家族や親しい友達が亡くなってしまって、これから一体どうしていこうか、ね、そう考えている、それだけでも本当に重い重い十字架です。でも彼らはね、まっすぐ前を向いて、ね、どういうね、キリッとした顔でまっすぐに前を向いて歩いていました。自分たちが一生懸命頑張ってふるさと町を元に戻すんだよ、ね、そういう彼らの、ね、決意をその中に見たような気がしました。そして彼らが背負っているその重すぎる十字架を、これももちろんね、映ったりテレビで見えたわけではありませんけれども、イエス様がね、その間に入って一緒にその重い十字架を、ね、担いでいる、そんな風に清水さんは見えました。そうした時に本当にね、泣くつもりは全くなかったんですけれども、
知らないうちに涙がボロ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 こぼれてきました。神父さんだけがそう思ったのかなと思って、後で他の青年たちに聞いてみると、みんなやっぱり同じようなことをね思っていたそうです。そして彼らが言っていたことは、私たちも一緒にあの重い十字架を背負わなければいけないということでした、ね、私たちがイエス様の十字架を思うということは、本当に今困っている人たちと一緒に十字架を担ぐことでもあります、ね、みんな子供たち、ね、まだまだ小さいから何もできないと思うかもしれません。でも必ず一人一人それぞれにできることがあります。そしてそれがイエス様と一緒に私たちが十字架を担ぐということです。私たちがいつもその思いを忘れることなく、ね、イエス様が苦しんでくださったこと、それを忘れることなく、私たちも同じようにイエス様と同じように少しでも多くの人たちの十字架を担げる、そういう人になることができますように、今日のミサを通して一緒に祈っていきたいと思います。